ちょっと今日はメールは間に合いませんでしたので、また後日送りたいと思います。まあツアーじゃない、このショールームでも喋れるし、ちょっとなんか食べようかな。ココアさんがくれたなんちゃらなんちゃらお歳暮みたいなやつ、なんちゃらなんちゃら、なんちゃらなんちゃらです。こう見えてマイセン、マイセンなんですよ。こう見えてなんか和菓子とかそういう感じかなと見せかけといてマイセン。なんか今日さ、まあ昨日今日とスピーカーの音を聞いとるけんかさ、なんかずっとボーンって感じする。それはね、3日間連続、2日か、まだ2日でした。でもリハーサルとか入れたら大音量ずっと聞いとるけん、ふんふんふん。シンクロワッサンさん、スケさん、猫、今日なんか猫っぽい髪型でもね、ピンが結構刺さっとって痛いよね、外そうかな。なんか、マジで耳がずっとバーンってなって。吉田健一さん、MJ さん、ひろふみさん、エビ様さん、浅香さん、柴犬さん、やじうまさん、ペンギン、ゆうちゃん、アイリフト、まさひろさん、奥行さん、栃木のすーさん、前田まさきんきさん、バラありがとうございます。こんばんは。今日はツアー広島2日目でした。ありがとうございました。今日もいっぱい白白ペンライト見えた気がします。ちょっと食べようかな。パンが美味しいです。今日はなんかもう2公演やった感覚あんまないけど、ココアさんのやつばっか、昼は仮病中と仮病中と花ざえと自然淘汰主義をツアーのツアーぶり？ツアーぶりにやった。で、まあそうですね。で夜は誰かがいつか好きだと言ってくれる日までを初めてやりました。しかも滝野さんのポジション初めてやった。まあ今日やったってことはまたあるかもしれないがまあまだやってない夏のあの曲もありますからね。
暗闇のファーストシングル非全力だけ。え、確かにそんな、確かに全部やったんかな。確かに明日はどれぐらい来てくれる人がいるのでしょう。3日目山口ですけど。でじゃない、あそうで、お母さんが AKB さんの衣装をね、おしゃれカンパニーさんから借りてくれて、みんなで AKB さんの衣装を着れて、もう私は感無量でございました。もうザ AKB って感じの衣装を着れて、嬉しゅうございました。まあまた何かに載せたいんですけど、私は佐藤亜美奈さんの衣装でした。なんかいろんな形があったけど、でもこの皿が着とった形はこの STU で来た中なのか、貸してもらった中なのか、なんかよく分からんけど、吉田さんの形は吉田さんしか来てませんって言われた衣装さんに。形可愛かった。でもやっぱSTU は慣れてないぐらいの短さ、スカートがね。可愛いなって、やっぱ可愛いですねって思いましたね。着れて嬉しかったです。ストーリーも載せた。そう、矢野さんがね見に来てたんですよ。カンカンプリンカンプリンの矢野さんが、そう今日見に来とって、ジルのプレゼントしてくれて。何のプレゼントって言ったら、しかもめっちゃ嬉しい、これめっちゃ可愛い、嬉しい。そうだけど、これを夜公演の前はこれを巻いて、あの客席登場から始まるけんさ、これを振りまきました。何のプレゼントって言ったら、別に何でもない、なんかついでに買ったみたいな。何のついでって思ったけど、なんでもない日にプレゼントくれた、急にカンプリの矢野ほのかさんが。嬉しい。ストーリーを何か載せたい。もうカンプリの矢野さんみたいなやつ。マイセン食べてます。上乗せようかな。
お茶。ふう。卒業、誰かの卒業系あるあるなんやけどさ、いつもツーショットがねなかなか撮れんのよね。早く着替えてって言われるけんさ。カルサンツさん、おめちがわいいギフト。ゆうきさん、くまたかすさん、ありがとうございます。なんかさ何言おうとしたっけ。ちょっと忘れたわうん、ちょっと忘れたわ。あ、思い出した。ジワルデイズの歌詞がココアさんに合いすぎとってびっくりした。もうぴったりすぎてビビビッときましたね。ともゆきさん、ダーワさん、美容師さん、猫、ありがとうございます。不意に思い出が味わる、でで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 でん。お母さんが客席にの人に歌わせるってやつがあって、めっちゃ歌詞がさぴったり、それもぴったりすぎてさ、いい歌詞ってなった。世界のどこにいたとしても、僕が全力で だから心配しなくたっぷり、自分の夢をやっと見つけたんだろう。めっちゃぴったりじゃない。勇気を出してだ、でもがいないのは寂しくとさんで、いつの日かを Love you I say goodbye my darling。ドゥドゥドゥ、そうちゃん、ありがとうございます。自分で答えを出さなくちゃダメだ。
なんかさ、この今までのツアーでおったのに急に明日のツアーからおらんくなるって思ったらやばい。なんか普通にさ、ポジション近い時とか、カメコタイムの時とか、なんか何かしら曲とかでさ目合わせたりしとったところとか、不意にあ、コカさんじゃないってなりそう。コカさんがいないってなりそう。だってさ、前日までおったのにさ、なんか1週間空けてとか何ヶ月か空けてとかなら分かるけどさ、まだ分かるけど、1週間じゃない、1日でいないってなる。ダダ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 、うん、どれ載せようかな。ストーリー、インスタのストーリーも更新したいのに、もういっぱいありすぎて、コカさんと写真はあのファンクラブにちょっと更新したいんですけど、ちょっとなんせ忙しいもので、まあそれツアーをやってるんでみんなも分かってくれてるとは思うんですけど、なんせ忙しいものでちょっといろいろ更新ができないのでね、まあツアーが終わればというか、この明日が終われば投稿しますので、いろいろと、まあ投稿したいんでね、いろいろしたいので投稿しますのでお待ちくださいって感じ。配信で見てました。あ、ね、なんかさ、アンコールがさ野球のやつやったんかな、カープのやつなんか、なんかちょっと私は野球に疎いものであまり分かりませんが、普通のさアンコールやったらこうこうはみたいな感じやけどさ、なんかこうん、ちょっともうわからん真似できん、ま、こうこうはこうこうはこうこうはみたいなちょっとわからん、カットバスこうこうはみたいな感じ、こうこうはこうこうはみたいな、こうこうはこうこうはみたいなやつ、すごいね。カープの応援、なるほどね。スクワット応援っていう。リズム感ないから戸惑ったって、受けるリズム感、だから何も気づかぬふりしてた、まあでもこれでココアさんまでを見送ったので、もう私が泣くことは当分ないでしょう当分ないと思うんで、まあなんかサルビが泣いてるみたいな感じによくなってましたけど、最近はもう泣く機会ないんで泣く機会ありませんでね、ありませんでね。サラピ綺麗でした。本当ですか。60代独身さん、ペンギンありがとうございます。
年は長いから、あの日の出会いに悔いはない、 Thank you。 ストーリーなんか載せたいんだけど、何を載せようと思ったのかな。誰の衣装、さっきも言ったんですけど、AKB さんの衣装は、私は佐藤アミナさんの衣装を着させていただきました。アミニャ、アミニャさん衣装でした。今日はね、すごいたくさん人がいて、昨日よりも全然やっぱ、昨日はね平日だし追加だしっていうのもあったんですけど、たくさん来てくれて嬉しかったですね。やっぱコールも人がいればいる分大きくなりますし、ドゥ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 ン。そしてまた明日もありますのでね。昔からどんな秘密もしまっておけない胸の片隅のとこさ、コールが大きくてさ歌いにくかったそのなんかコールが大きくて、なんか自分の声が聞こえ、めっちゃ聞こえんくなって、どんな秘密、昔からどんな秘密もしまっておけない胸の片隅のところがさ、うんうんってなった。歌いとったかな。しゃがみ込んじゃって立ち直れない、好きになるのはとても簡単なことだけど、そうしそう愛は奇跡に近いのかもしれない。あっという間に希望が消えて、それでも何の屈託もない、綺麗な夕焼けに会うあいつこを、そんな大事じゃなく、小さな幸せでいい、恋が叶わなくても恋してたい。一気のいない大好き初めて見たって、
あでも2期のねツアーとかでもやったりはしとったけど、私はまあやったことなかったんで初だったんですけど。ビタミンさん、大工さんありがとうございます。君はレモンかと思ったグレープフルーツでした。うん、今日は山口です。うん、ストーリー載せてない。今日のお弁当は全然広島っぽいものではありませんでした。普通にシンプルにお話し会とかに来るような感じのオムライス弁当。何乗せようとしたっけ。さすがにね、昨日広島っぽいものにしてくれたので今日は違いました。水餃子と担々麺食べてますって。なんでなんでとか言って、なんで、マグさん、めちゃきのこさん、すけさん、ようかのさん、ありがとうございます。カメコ写真整理しないとね。カメコ撮ってくれた方はまあいろいろね、そんな撮ってすぐポンとは載せれないと思うので、まあちょっとは待つのである程度写真が出てきてたなって思ったら、私はいつもストーリーに載せているので載せます。急な片付けが始まった。あー違う、もうストーリー載せようとしてさ、何回も載せようとして、よし、まずブーメラン、
あれなんか2個乗ったことになってる。なんで、あ、なってなかった。待っときます。カメ子写真、明日カメ子の人どれぐらいいるかな。とか言って言って、よろしくお願いします。もう私だけを撮っといてください。いい写真撮ってくれないと困る。明日は配信もないし。お願いしますね。あ、自分の人だと思って見た時に違う人と違う人にレンズ向けとったらはぁって思うはぁって思っちゃうね。明日山口なのに今日の差し入れで月で拾った卵もらっちゃった。なんかあわよくば他のメンバーも取ろうとしてる姿勢に腹が立つ。はあ、なんか明らかにレンズがこっち向いて、はあ、そっちもレスポイントを無駄にしてるけどこっちもレスを無駄にしたことになるから、それだったら他の撮ってくれとる人の方向いたっつうのかなって思っちゃうから。でもそりゃそうじゃない、そりゃそうじゃない。なので明日は絶対に許しませんか。明日は絶対にちゃんと絶対に撮ってください。絶対にいい感じに撮ってください。お願いします、お願いします。いい写真が欲しいです。明日は特にお願いします。覗いてると視野が狭くなるって。いや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 、サラだけをレンズ越しに追っかけときゃいいよ。時々見失う。いや見失わないから明日はサラが撮ってほしいとか絶対に見失わないからね。見失うようなあれじゃないから、絶対に見失わないから明日は。私もうペンライトぶら下げといてほしい、カメラのここに。影響出るんかな写真に。明日頑張るよ。こっちも把握を頑張るよ。どれが白なのか、どれが皿を取ってくれてそうなのか頑張るけど、明
下の亀子の下はどの辺にいるっていう。まあまあでも練り歩き、でも今回のいいポイントは練り歩きで分かるけんさ、なんとなくこの辺っていうのが。でも今日はちょっと人多くてちょっと分かりづらかったけど。首に吊るしておきます。はい、そうしてください。そう、明日配信ないんですよ。投げ中もらえたのに震えてスマホに映ってなかったって。ウケる。どまーい。もうもらえると思わないでください。そんな簡単にもらえると思わないでください。ダンダンダダン、ドク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 ダン。今日撮ってもらった髪の毛画像めっちゃ綺麗じゃない？あせをぬぐって頑張れ、ちゃんちゃん、レディコーコーコー、レディコーコー。の夜明けが来た、レディコーコーコー。そう、なんかさ、めっちゃさ、めっちゃさ、もう何言おうとしたか忘れた。忘れちゃった。まあ明日はお願いしますね。なんかどっかでおちゃらけた髪型したいんよね。配信がないけんこそできるみたいな。徳島も配信ないっけ。でもまあでもやるとしたら明日かなみたいな。まあやるとしたら明日かなみたいな感じかな、衣装的にも。まあ明日来れない方は残念です。残念です。残念でした。なんかおちゃらける、まあ別におちゃらけるというか、まあ今日なんか話してメンバーで話してやるみたいななったやつがあったんですけど、まあでもやるとしたらまあ明日なのかなみたいな感じではあるよね。明日どうなんだ。亀子全力投球みたいな。うん、配信がないからこそできる髪型ってあるんですよ、私の中で。私の中であるんですよ。なんか明日今までで一番出番多いんじゃ、なんか日替わりブロックってさ結構出番の問題、出番問題がさ、やっぱオリジナル参加曲がまだ少ないけんさ、1枚目からで考えたら、まあ、今日とか片思いのユニットとかみたいにユニットに入ったりすることはあるけど、少ない時は2曲とかしか、 10曲あって2曲しか出らんとかあるけど、明日はいいのでは？
やっぱ明日はいっぱい撮ってもらわないと。来ようかなって思った方はまあ当日券でも行けるので山口ですがお待ちしてはいますよって感じ。オピラさん、奥行きさん、モンブランさん、中野さん、タネさん、ありがとうございます。あライブ落としてお風呂入って寝ないと。そうでも昨日めっちゃそれがやばいやばい、もういろいろね確認事項がありますみたいな言ってたんですけど、まああの今日で分かる通りというか今日の誰好きもそうやし、でも今回のツアーはね本当にまああんまり時間がなくて誰好きとかもやったし、あとはココアさんの壮行会のね、まあジュアルデイズは滝野さんの卒コンの時にやっとったけんそんな全然苦戦せんかったんやけど、残り2曲とかでまあ昨日は終われてたんですけど一旦 OK って感じ。ね、壮行会めっちゃ良かった、なんか全てが良かった。やっぱでも大変でも普段やってない曲とかやるのもそうやし、あとさらはやっぱ今回の48グループの姉妹グループ楽曲とかをやってみて思ったけど、明るい系曲、明るい曲というかそういう曲が好きなんだなと再確認。さ、奇跡という名のストーリー結構好きなよね、ダンスも。そう、サラ的ツボポイントは桜の花びらたちのみんながふう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 みたいな言うとこあそこちょっとツボ、ちゃんと言っとるかなって言っとるかなって見てます。ふう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 桜の花びらたちが踊ってるの楽しそうに見えたって楽しいですよ、楽しいですよ。勇気をくれるわ。なんかでも練り歩きとか、練り歩きは違うけどあのあれとか
見送られの時とかも結構声あ呼んでくれる人が増えたけん、やっぱ呼んでくれた方が気づける。これを配信で言ったからなのかみんなが慣れてきたのかは分かりませんけど、呼んでくれる人が増えたので気づきやすくなりました。昔から塩豆大福もらった。夢でも見よう。トゥルルルルトゥルルトゥトゥル。広島駅で揚げもみじ買うことができました。おー、 MC した甲斐がありました。そろそろランキング読もうかな。山口公園で待ってました。こちらも待ってます。こちらも待ってますからね。何度も言いますが、明日は亀子の方はちゃんと私を撮っといてくださいねって感じですね。明日は特にいい写真が欲しい曲があるのでよろしくお願いしますね。いつ何時も逃さぬよう。苦カエルサンタさん、スマイルさん、恋してカープさん、ありがとうございます。なんかしようかな、髪型。気分が乗れば。気分が乗らなかったらやりません。そりゃそう、気分が乗らなかったらまあやらないんですけど、今のところ気分が乗る気持ちでいきたいなとは思ってはいるんですけど、まあ寝て次の日の明日のことなんて分かんないんでね。やっぱやめた。普通に安定の髪型で行こうってなるかもしれないし、まあちょっとぶりついてこれぐらいの可愛さで行こうかなってもなるかもしれないし、ちょっとそこは私今は明日の私は分からないので、
それではランキングの方を読みたいなと思います。ランキングの方を読みたいなと思います。それではランキングを読みます。48位完成のまきさん、24位としやさん、13位モブランさん、12位ムチキノコさん、11位奥行さん、10位マグさん、9位ビタミンさん、8位タネさん、7位おいでます元気さん、6位60代独身さん、5位やじうまさん、4位ゆうちゃん、3位ピラシさん、2位すけさん、1位赤色ソットさん、ありがとうございました。じゃあピンを外そうかな。これはねじりヘア、なんとかねじりヘアでございます。はーい、今日もね、今日ね2公演やったんでね。あれ、これはどうなっ、一体これはどうなっているんだ。おー、すごいすごいよ。昨日ぐらい、昨日のポニーテールをほどいた私ぐらい爆発している。ピンがいっぱい出てきました。ピン10本以上出てきてる。おー、すごい、ねじっていた分が、おお、すごいすごいじゃん。おー、すごいじゃんすごいじゃん。昔の髪型みたいな。これはやばい、ある意味これで高めツインブレる。あ、なんかさ、これで高めツインブレる気がするけど、そうでもない。まあそんなことは置いといて終わりたいと思います。爆発しすぎじゃないこれ。ここのねじっとった分が爆発しすぎてやばい。これはてか、なんか今日髪伸びたなと思ったよね。メイクさんにも言われたけど、それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。終わりまーす。みんなの X のポストとか見たいと思います。タグ付けられているやつをね、まあ、あと私もツイートしてますので、それでは終わりたいと思います。明日は山口で来てくれる方を会いましょう。配信はないので終わります。バイバーイ。